銀魂の初期設定が意外すぎたキャラ参戦。銀魂の初期構想は新選組がメインで描かれる予定だったため、新八のモデルも新選組最強の剣士長倉新八。当時はメガネをかけておらず少し強そうなキャラである。その後坊主やちょんまげなどいろいろ試行錯誤して伸びただからメガネで行こうとなり、今の地味でチェリーなメガネになった。近藤、容姿はまるでダメなおっさん、略してマラオの長谷川さん。初期の近藤は似合いばかりしているそうで、おたいさん一筋で人より少し愛が強い。今の近藤とは恋愛面については違うが、女性にモテない点は同じである。余談だが、ダメなおっさん二人が一緒になってハイブリッドマラオと呼ばれていたとかいないとか。沖田、初期銀時の横にいる女性、これは神楽ではなく、なんと沖田。作中が男だらけになるからと女性として描かれていた。性格はツンケンした感じの美少女。制作側に何があってこんなサディストでバカイザーになってしまったのか。